それでは始まりました春夏秋冬スター振り返りスペシャル。イエーイ。今回の司会を大橋と松原でお送りいたします。よろしくお願いします。お願いします。それではゲストに星の研究家小川安治さんに来てもらっております。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今回はこの3人でお送りしたいと思います。それでは行きましょう。それではスタート。こんばんは。こんばんは。夜9時になりました。今年初の星が欲しいでのスターのお時間がやってまいりました。今回の星の解説者は小川安治さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速ですが、先ほど入ったニュースです。鳥取に春のすべての星が見られるというキャンペーンが行われているそうです。それでは鳥取います。松原さん、松原さん。はい、こちら鳥取にいます。松バオマラです。ただいま春の星取り券キャンペーンに来ています。それでは見ていきましょう。ここの夜空を見てみますと、たくさんの光り輝く星が見れます。その中から2つの星座をご紹介いたしましょう。まず蟹座です。こちらは乙女座です。それでは安治さん、解説お願いします。はい、乙女座はですね、北斗七星のスプーンの手で持つところを伸ばしていくとアルクトゥルス、スピカが見つかります。2番目に大きい星座ですが、明るい星がないので見つけるのは難しいですね。次に蟹座です。蟹座は春のトップバッターと知られ、3月頃に見頃を迎えます。双子座と獅子座の間にあります。暗い星の四角形が見つかれば蟹の甲羅です。私もあまり星をじっくりとは見ませんからね。そして一つ一つの星座に意味があるっていうことを今日は学ばせてもらいました。はい、まず春が終わりました。次は夏です。それではスタートのところですが、スタートは CM の後で。餃子、餃子、ピーザ、ピーザ、食べるときには星座、餃子とピザ、絶賛発売中。こんばんは。こんばんは。暑い夏がやってまいりました。夜9時、毎回恒例星が欲しいでのスターの時間がやってまいりました。今年で2回目。それでは今回も小川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今回も鳥取にいます。松原さん、松原さん。はい、エシンさん、お誕生日おめでとうございます。それでここですね、夏フェス星の団が鳥取県で行われております。日本海から聞こえてくる心地よい波の音、大山から来る心地よい風とともに星が夜空で踊っております。ここでですね、夏フェスに来ている人にインタビューしていきましょう。あそこに学生の方がいらっしゃいます。聞いていきましょう。こんにちは。こんにちは。どこから来られたんでしょうか。北海道です。おー、そんな遠いところからわざわざ。ありがとうございます。今日は白鳥だと星が綺麗らしいなんですけど、どう思いますか。そうなんですか。私はあんまり星に詳しくないんですけど、とにかく全ての星が綺麗ですね。そうですか、ありがとうございます。ここで安治さんに解説をお願いします。ありがとうございました。白鳥座は大きな十字架で北十字と言われています。まさに優雅に羽ばたく白鳥そのものです。夏の大三角のデネブを見つけるとそこから伸びています。鷲座は少し白鳥座に似ていて、夏の大三角のアルタイルを中心に作られています。やはり夏の星座は夏の大三角形を見つけることが大事ですので、頑張って見つけてみてください。とても綺麗な夏フェスでとても楽しそうでしたね。それではここで出た白鳥座と鷲座について小川さんに解説をお願いします。はい、僕の誕生日でのスターのお時間でしたが、小平さんどうでした。はい、まあ、誕生日にああいう星を見れるって幸せですけど、誕生日さっきからうるさすぎますよ。すいません。はいですね。はい、では次は秋です。さあ、秋はどういうキャンペーンだったでしょうか。それではスタート。こんばんは。こんばんは。暑かった夏も過ぎ、少し肌寒い中、
夜9時毎回恒例星が欲しいでのスターの時間がやってまいりました。今年度3回目、今回も解説者小川杏樹さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今回も楽しんでいきましょう。今回も鳥取に行っています。まずバーラさん。はい、まずバーラです。こちら鳥取県に来ています。秋といえば何ですか大橋さん。月ですね。そうなんです。今回は月と星のイベントです。それでは行ってみましょう。うわぁ、素晴らしい。月の周りにある綺麗な星、とてもマッチしております。こちらではカシオペア座とペガスス座ですね。ペガスス座、すごく綺麗です。ここでその2つの星座について解説をお願いします。カシオペア座は M や W のような形をしています。北斗七星を見つける目印にもなるのです。ペガスス座です。ペガサスのような形ですが、なぜペガサスなのかというと、ラテン語だからです。ですので、ほぼほぼペガサスですね。そして、この四辺形は、秋の四辺形と呼ばれています。ありがとうございました。鳥取は星だけでなく月も綺麗なんですね。はい、秋といえば月。これでは月と星がとてもマッチしていましたね。はい。月と星がカップルのようでした。ですね、本当にいいですね。では次に来るのは最後です。寒い冬に温めてくれる星座があるそうです。こんばんは。こんばんは。雪降る中寒い冬がやってまいりました。今回は夜8時、少し時間を早めお送りいたします。星が欲しいでのスターの時間です。今回が最後となってしまいました。ですが最後まで小川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最後ですが、鳥取にいます。まずバーラさん。ベージングベール鈴が鳴る。はい、クリスマスの季節です。今回は星の明かりに温められるキャンペーンです。もうここにいるだけで体が温かいです。そこで僕たちを温めてくれる星座はこの2つです。双子座です。まず双子座、とても綺麗に映し出されています。次に子犬座です。とても可愛い星座ですね。大橋さんもぜひいらしてください。それではこの2つの星座について解説を小川さんお願いします。これで中継終わります。子犬座はですね、1月2月に空を見上げると2つの星が綺麗に並んでいるのが目に留まるでしょう。これが子犬座のプロキオンと言われ、2つの星で子犬座となっています。プロキオン、ペテルギウス、シリウスで冬の大三角と言われています。双子座は子犬座の上の方にあって、2つの星が輝いて見えると思います。西寄りに見えるのがお兄さんの星カストル、東側が弟の星ポルックスです。ありがとうございました。僕も家族で鳥取来て。はい、ということでした。とても楽しそうでしたね。見ていてとても楽しかったです。そうですね、星の由来もたくさんあるらしいので、ぜひ調べてみるといいですよ。鳥取のように自然と星をきれいに見られるところはないので、ぜひ皆さんも行ってみてくださいね。そうです、そうです。鳥取は自然もきれいで、自然がきれいだからこそ見られる星もきれいでしょうね。いいなぁ、私も行きたいですよ。今日はお忙しい中、小川杏樹さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんも星と一緒に明日も良いスタートを。